アレルギア。皆さんおはようございます。お元気でしょうか。今朝もこうして皆さんと一緒に御言葉を見る機会が与えられていることを心から感謝します。今朝の聖書の箇所をお読みします。出エジプト記4章、エクソドスチャプター4、エクソドスチャプター4 verse 1-5。出エジプト記4章、1節から5節を見ていきたいと思います。出エジプト記の4章1節から5節お読みします。モーセは答えて申し上げた。ですが彼らは私を信ぜず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったと言うでしょうから。主は彼に仰せられた。あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた。杖です。すると仰せられた。それを地に投げよ。彼がそれを地に投げると杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。主はまたモーセに仰せられた。手を伸ばしてその尾をつかめ。彼が手を伸ばしてそれを握ったとき、それは手の中で杖になった。これは彼らの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを彼らが信じるためである。モーセと杖、まあ、そういうタイトルでこの箇所を見ていきたいと思うんですけども、まあ、旧約聖書にたくさんの人が出てきて、まあ、たくさん、神様を信じる信仰者が出てくるんですけども、まあ、その中でこう一体誰が一番、まあ、信仰深いのかな、誰が一番こう信仰者として、素晴らしいのかなっていうのを考えるときに、まあ、いろんな名前が出ると思うんですね。まあ、アブラハム、ダビデ、まあ、ノア、ヨブ、まあ、いろんな人の名前が出ると思うんですけども、まあ、そういう、なんでしょう、聖書の、信仰者ランキングみたいのがあったら面白いかなと思うんですが、でも昨夜日本語聖書 Q&A っていうのをやっててですね、でマルコの福音書をずっとやってるんですが、その中で弟子たちがですね、みちみち自分たちの中で誰が一番偉いかと論じ合っていたっていうのが出てきてですね、まあそういう意味ではそういうことを、誰が一番偉いのか、誰が一番聖書の中で信仰が強いのかって、そういうことを、話し合うこと自体がある意味不信仰になるのかななんて、そんなふうに考えるんですけども、でもこう私が思うに、モーセとエリアってやっぱり特別な人だったなって思うんですね。でそれはイエス様がこうペテロとヤコブを連れて、このですね、そのイエス様の姿が変わった時に、でそこにそのモーセとエリアが現れた。まあ、なんでモーセとエリアが現れたのか、ペテロとヤコブとヨハネがですね、その当時写真も何もなかったわけですから、なんでモーセとエリアとがそこに現れたのが分かったのかっていうのは、まあ、そこは不思議なとこなんですけども、まあ、いずれにしてもそこにイエス様とですね、イエス様の姿が変わった時にモーセとエリアが現れた。ですから旧約聖書の中でやっぱりこの二人っていうのは特別な人、まあ、モーセで言えば神様がモーセを通して、まあ、この出エジプトをさせて、そしてその神様の律法を与えた、十戒を与えた、まあ、エリアで言えばその預言者の中のその、まあ、代表者として、まあ、来たるべきこうキリストを示す役割をした、まあ、そういう意味でモーセとエリアがその時現れたんじゃないかなとも考えるんですけども、ではそのモーセですけれども、この箇所で出てくるモーセですけれども、
まあ、イスラエルの民をエジプトから導き出した、まあ、そのリーダーの役割をしました。そしてただ単にそのイスラエルの民のリーダーというだけではなくて、神様と直接モーセは語り合って神様の言葉を伝えた、まあ、預言者の働きもしました。そして先ほども言いましたように神様から律法、まあ、10戒をこう与えられた。まあ、旧約聖書の最初の創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、まあ、これをモーセの五書、まあ、イエス様自体もこうモーセの書という言い方をしてましたように、その最初をこう、まあ、まとめた、そういう本当に旧約聖書の中でもこう信仰者の代表の中の代表、まあ、その一人であったと言えると思うんですね。で、今朝の箇所ですが、この一節でモーセはこういうふうに神様に答えているんですね。ですが彼らは私を信ぜず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったと言うでしょうから。で、これモーセは何を言ってるのかというと、神様私にはできませんって答えてるんですね。私には無理です。私にはできませんって答えてるんです。で、この前の3章を見ていきますと、神様が直接、もう直接モーセに現れた。で、神様が直接モーセに伝えた。このイスラエルの民をエジプトから脱出させるように、あなたがそれをエジプトの王パロに伝え、またイスラエルの長老たちに伝えなさいと。神様が直接モーセに現れて伝えた。でもそれに対してモーセの答えは、ですが彼らは私を信じない、また私の言葉に耳を傾けないっていうんですね。ですがってこう日本語で書いてあるんですが、あの英語の、ESV の聖書を見ますと But behold って書いてあるんですね。 But behold、 しかし見てください、見てください、彼らは私を信じないでしょう、また私の声に耳を傾けないでしょう。まあ、主にできないことの言い訳をしたんですね。言い訳です、これは。で、実は神様に対するモーセの言い訳っていうのはここだけじゃないんですね。この前の3章の11節を見ると、神様はモーセに対して、私は一体何者なのでしょうって言ってる。エジプトにいるイスラエルの民をそこから脱出させて、その私の示す地、約束の地に導き出しなさいと言った時に、神様、モーセは神様に対して、もう自分は一体何者なんですか、私にはそんな資格はありませんって言いました。そしてその後3章の13節を見ると、モーセはですね、私は何て言ったらいいかわからないって、神様、何て言ったらいいかわかりませんって言いました。そして今日の今朝のこの4章の1節、ですが彼らは私を信じない、私の声に耳を傾けないでしょう、まあ、これはイスラエルの民に対してなんですけども、つまり私は信頼されていないって言ったんですね。私は信頼されていません、自分には資格がない、自分は何て言ったらいいかわからない、自分は信頼されていません。で、これはある意味で驚きですよね。もうモーセほどの人が、しかも神様が直接現れたのに、モーセは繰り返し繰り返し神様に対して、自分にはそんな資格がない、自分は何て言ったらいいかわからない、自分は人からも信頼されてない、まあ、そういうふうに繰り返し答えていたんですね。
で、今朝のこの4章の、まあ、1節から、まあ、9節のところで、そんなモーセに対して主はですね、3つの印を見せている、まあ、3つの奇跡を見せたんですね。で、この3つの印を見せた後でもモーセは10節を見ると、モーセは主に申し上げた、ああ主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く、舌が重いのです。この後でさえも、モーセは、自分にはできない。自分には無理です。そんな能力はありませんって言ってるんですね。ですからこう見ていくと、本当にモーセって、まあ、不信仰だな。繰り返し繰り返し神様に言い訳をしてるんですね。で、まあ、その中で今朝読みましたこの4章の1節から5節というのは、この時神様がモーセに記した3つの印の最初の印なんですが、こう杖を蛇に変える。で、またその蛇がまた杖に戻った、そういう出来事ですね。で、まあ、この時モーセはその杖を持ってたんですが、なぜ杖を持ってたかっていうと、モーセはこの時もうすでに80歳でした。80歳のおじいちゃんだからこう杖を持っていた、まあ、今だったらウォーカーをこう引くのかもしれませんけども、まあ、でもウォーカーに行く前にまずだいたい今でもこう杖を使うわけですね。あとですね、3章の1節を見ると、モーセは羊を飼っていました。羊飼いでした。ですから、その意味でもモーセは杖を持っていた。ですから、杖というのは常にモーセのこの手元にあった。いつも持っていた。モーセの生活に必要なものだった。モーセにとって大切なもの、身近にあるものだった。それが杖だった。はずですね。で、その杖に対して神様はモーセに3節でこう言われています。それを地に投げよ。彼がそれを地に投げると杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。神様がモーセにその杖を地に投げなさいって言ったらですね、で、モーセがその言葉を聞いてその通りにした。するとその杖が蛇になった。モーセはそれからこう身を引いたって言いますから、もううわーってびっくりしちゃった。怖くて。もう杖が蛇になって、うわーって身を引いたって言うんですね。で、4節。主はまたモーセに追われた。手を伸ばしてその尾をつかめ。彼が手を伸ばしてそれを握ったとき、それは手の中で杖になった。今度はその蛇がですね、また元のモーセが持っていた杖に戻ったっていうんですね。しかしここでですね、主がモーセに手を伸ばしてその尾をつかめ、尻尾をつかめって言ったんですね。蛇の尻尾をつかめ。考えてみると蛇ってどこからどこまでが尻尾なのかよくわかんない。なんか全部が尻尾みたいな形してるんですけども、でも尻尾をつかめっていうことは、要はもうこの、まあ、お尻の方っていうか最後の方ですよね。で、まあ、私小さい頃たまに家の周りでこう蛇がいるのを見たことあるんですけども、まあでもそんなに私はシティーボーイなんで、そんなに田舎じゃないんで、あんまりこうそんな大きな蛇って見たことないんですが、皆さん蛇って見たことある、ね、おそらくあると思うんですけども、でも蛇掴んだことあります？蛇掴んだことある方いないですよね、普通ね。でですね、蛇ってどうやって掴むかご存知ですか？で、私
これちょっと興味あって昨日調べてみました。How to hold a snake って YouTube で調べて出てきますから。How to hold a snake。そうするとですね、ヘビどうやって掴むかっていうと、このヘビの後ろから行って、この頭の後ろの方からガッて掴んで、で、この頭の後ろを掴んでですね、で、両顎をこう押さえるようにする。つまりそうしないと、ガブって噛まれちゃいますからね。だから要はこう後ろから行って、こう頭の後ろのところで、両顎を掴むようにして、こう掴む。というのが正しいヘビの掴み方だそうです。ですから当然前からこうやってやっちゃダメだし、あるいは尻尾を掴んでこんでぐる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 、そんなことしちゃダメです。ちゃんとこう後ろから行って、頭の後ろから両側を掴んで噛まれないようにする。それが正しいヘビの掴み方。でも神様はモーセに手を伸ばして尻尾を掴めって言ってるんですよ。こんなことしちゃいけないん。尻尾を掴めって。危ないんで。でもそれに対して、モーセは、すぐ掴んでるんですね。彼が手を伸ばしてそれを握った。つまり尻尾を握った。まあ、ぐるんぐるん振りましたとは書いてないんですけども。でもすると、その手の中で杖になった。で、ここにそのモーセの信仰って現れてると思うんですね。もう神様が、言われた通りに、もううわーって身を引いたにもかかわらず、手を伸ばしてその尻尾をつかめって言われたら、もうその通りにしてる。つまりモーセは神様に対して、もう自分には資格がありません、自分にはできません、人からも信頼されてません、なんて言ったらいいか分かりませんって言いつつも、この神様との繰り返し繰り返しの交わりを通して、神様に対する信仰も与えられているんだ。まあ、そういうことだと思うんですね。まあ、ある仲介書には、この蛇が現れたというのは、まあ、蛇というのは、まあ、最初のこのアダムとエヴァを誘惑した、まあ、蛇、まあ、つまりサタンが蛇にとして現れたわけですけども、まあ、このエジプトを支配する力もある意味でこのサタンの力で、その蛇をこうモーセが掴む、支配する、まあ、そういう意味での蛇になったんじゃないか、まあ、サタンを支配する、まあ、そこからこの神の民イスラエル民族を解放するという意味での蛇なんじゃないかという話もあるんですけれども、でもこの杖ですね、モーセが持っていた杖で、それが蛇に変わった、そしてまたそれが掴んだことによって元の杖になった。そしてこの後見てくにある17節にこうあります。あなたはこの杖を手に取り、これで印を行わなければならない。この後、神様は、このモーセのいつも持っていた杖を通して、繰り返し繰り返し、奇跡をなして、エジプトの民を、イスラエルの民をエジプトから解放していく。神様の約束の地へと導いていったわけですね。私たちにとって杖とは何でしょうか。私たちの手にあるもの。いつもそばにある。まあ、今私たちはこう聖書を見ていますけれども、まあ、聖書って信仰がなければただの本ですね。ただの本でしかない。でも信仰を持って見るとき、これは神の言葉、神の言葉として今日も私たちに語りかけて、私たちがどんなにこう不信仰な思いが主を信じてあっても、この神の御言葉を通して私たちを導き、私たちを救い、私たちに力を与えてくれる、まあ、それが私たちの手にある聖書ですね。まあ、今このコロナの状況の中で、今日ちょうど BC 州の
また保健省の記者会見が朝の10時から10時半に行われて、そしてまたこれから1ヶ月間、どういうふうな生活になるのかっていうのが、またいろんな規制がまたリニューされるかどうなのか、また心配なところですけども、それでも、それがどういうふうな状況にあっても、私たちの手に今聖書がある、神の御言葉がある、神様は今日も不信仰な弱い私たちを、この私たちの手にある神様の御言葉を通して語りかけてくださり、そして主の力を私たちに示してくれるんだ。私たちの罪を許し、イエス様によってですね、私たちを救い、神の子供として今日も共にいてくださるお方である、そういうことを覚えたいと思います。お祈りをします。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。主が今日も私たち一人一人と共にあり、この新しい朝を迎えることができ、あなたの御言葉から新しい一日を始めることができてますことを心から感謝いたします。主はこのモーセを通してあなたの神をエジプトから脱出させ、約束の地へと参りました。主は私たちもあなたの御言葉を通して、ウイルスの信仰を与え、罪を許し、天の御国へと導いてくださっていることを感謝いたします。その途中でモーセは主に対してさまざまな不信仰な思いを持っていました。自分にはその資格がない、なんて言ったらいいかわからない、自分は人から信頼されてないと、しかしそれでも選び、またその杖を通して御業をなされていた、その出来事を学ぶことができた。私たちも信心していても、今の周りの状況、心配になったり不安になったり、それを持ったり、またいろんな不信仰な気持ちを持ちます。あなたが私たちに与えてくださっているあなたの言葉である聖書を通して、あなたが生きて今も語りかけてくださっていることから感謝いたします。私たちの今日の人生の歩み、あなたがともにあって御霊と言葉によって